チャロブラナワセルバディ、どうもチャロブラザーズなんちゃんでーす、ショーゴでーす、はい、ということで、暑くなってきましたね。いや、来ましたね。今月に入って40度以上、そうだね、ということで、はい、今日の企画はインドの40度以上の太陽光で目玉焼きが作れるのか、試してみたいと思います。やってきました。いや、インドといえば夏、ね、インドといえば暑い夏ですから、はあ、もうこの超暑い日差しの中でどれだけ料理ができるのか、そう、試してみたいと思います。ということで、機材は鍋とフライパンにアルミホイルを巻いて、光をね、中心のフライパンに集めるようなちょっと構成に作ってみました。ちょっとこれを作品第1号として、はい、まずはやってみたいなと思います。では、投入式やりましょうか。じゃあ、卵を投入したいと思います。お願いします。いいね、よいしょ。おー、じゃあこれでちょっと様子を見ましょうか。今開始してから約20分程度経ちました、生卵の状態はこんな感じです。蒸発し始めてるね。そうだね、まあ、太陽光で、なんだろう、水分が全部飛んじゃってるんだよね。飛んじゃってるよね、うん、だからこの黄身がね、表面が硬くなってきてる。保温するためにサランラップをちょっと貼り直したいと思います。今はだいたい始めてから1時間ぐらい経ちまして、うん、暑いですね。38度とか39度かな。もう日に日に日差しが強くなってきてて、インドの日差しでどれだけ日焼けするかっていう検証動画撮ってみたいね。撮ってみたいね。ここにあの何文字か書いてガムテープで、はい、という感じなので、まあ、もうちょっと待って、結果を見てみたいなと思います。はい、さあ行くぞ。はい、じゃあ結果発表。さあ、インドの太陽光で、目玉焼きができるかということで紹介していきたいと思います。3、2、1、ドン。ピカピカ、これはこれはね、蒸発してますね。黄身は、あ、やっぱ柔らかいよね。で、白身はもう完全に蒸発してます。はい、ということで、インドの40度の灼熱地獄で目玉焼きを作ろうとすると蒸発してしまうという。もう完全だって、もう蒸発してるもんね、これ。カピカピだよね、カピカピだよ、ね、目玉焼きにはならなかったですね、はいはい、ちょっとこれはもう一回リベンジしたいね。ぜひちょっと、もうこういう風にやったらいいんじゃないのみたいな案があれば、ぜひコメント欄にください。少しでもこの動画いいなと思った人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いいねもよろしくお願いします。はい、あと SNS もやってるのでね、ぜひフォローいただければと思います。では、はい、また次の動画で。チャロー、チャロー、バイバーイ。バイバーイ。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。